カラー粘土で色鮮やかな作品を作るために混色体操をしましょう。赤、青、黄、白、4色の軽量カラー粘土を使います。まず3つの色から色数を増やしていきましょう。黄色を半分、青と赤を少なめに切り分けます。それをそれぞれ半分に切り、赤と青、青と黄色、黄色と赤をセットにします。セットにした2色を重ねて引き伸ばします。それを重ねてまた引き伸ばします。繰り返していくと粘土が柔らかくなり、粘りが出て色が混ざっていきます。これが混色体操です。色が混ざったら乾かないようにポリ袋で包んでおきましょう。これで3色から6色へ色が増えました。さらに白を加えてパステルカラーを作ります。白を半分に切り、それを6等分にします。白にほんのちょっと赤を混ぜます。色を混ぜるときは薄い色に濃い色をちょっとずつ混ぜましょう。全部で13色のカラー粘土ができました。混ぜていない4色の粘土も柔らかくなるように練っておきましょう。乾いたり色が移ったりしないようにそれぞれポリ袋で包みます。保存袋に名前を書いておきましょう。ポリ袋に包んだ粘土を保存袋に入れ、ファスナーをしっかりと閉めましょう。混色体操してから制作に取り掛かると、作りやすく色鮮やかな作品ができます。軽量カラー粘土を使うときは混色体操から始める。ぜひ覚えておいてください。